生まれは札幌なんですけども島巻っていうところに疎開しました。一本道の石ころ道で前は海、後ろはちょっとこう、丘を登ると畑だっていうことでね、本当に僕のセンスは自然だったんですね。特に立体作品なんか、まあこれは木でできてますけども、ブロンズだとか石はねいくら触ってもいいですよね。だからそういうものを触ってみて本質的なものも分かるということも含めまして、僕はこれでもどうぞ触ってくださいって